どうも、ズーマーです。この配信は耳で楽しむバトロワコンセプトにお届けしております。皆さん今日もお疲れ様です。どんな一日でしたか？今日はあれですね、七夕でございますね。これから僕は短冊っていうんですか？笹にね、願い事を書いてこようかなと思っているところです。意外にね、そういう短冊とか書いたりするの好きなんでね、ちょっと後から書いてこようかなと思っております。で、七夕といえば、皆さん何をしますか？なんか特別なディナーだったりとか、そういうのをやったりするんですか？なんか星型のイメージがありますよね。小学生の時とかに、なんか、織姫と彦星のゼリーみたいになって食べますんでした。それは僕の地域だけなのかな？どうなんですか？皆さん食べましたか？もし食べたことがある人いたらコメントください。はい。で、今回は、初手は、桜に置いております。桜はね、アップグレードとか、あったりとかね、ヘリコプターもあったりするのでね、アップグレードを入れてまして、ワンパー敵が来て入れたところで向かい側の家をの相手を倒して、そしてタラマスに引っかかっちゃったんですよね。でタラマス引っかかったから絶対詰めてくると思ったので、メディックを焚いてね、そのタラマスで引っかかった分を回復しつつ、突っ込んできた相手も倒すことができました。これで2枚倒しました。いや、今のはいい判断だったと思います。タラマスに引っかかった時はね、メディック使ってる方はぜひメディック焚いてみてください。ね、引っかかった時にね、相手詰めてくると思うので、メディック焚けば、打ち勝つこともできると思います。で、また、味方のタグを取りに、また3人目のお相手さんが来ましたね。ここも、アスバルの腰打ちでやっていきました。アスバル強いな。うん。結構強いと思います。結構前にアスバルの動画出したんですけど、あのカスタムでも全然強いと思ってて、使いこなせばね、本当に切り速もめちゃくちゃ速いですし、強い武器になるんじゃないかなと思います。最近思うのは、あんまりその武器によってのレベルの違いがないような気がします。どの武器使っても強いというか、うん、なんか特徴というか好みになってくるんじゃないかなと最近感じてますね。うん。で、あと一人お相手さんがいるはずなんですが、ちょっと見当たらない。4番さんがやり合ってるんですよね。けど、その相手が本当にどこにいるかわからんくて、ぐるぐる探してます。家の中っぽいんですよね。けど家の中にもういなくて、本当にどこにおるやろ。これは結構謎な現象でした。ここで3番さんが撃ってますね。どこ撃っとれんろ。どっか敵いるっぽいですけど。3番さんは屋根上に登ってて、どっか撃ってるんですよ。スナイパー撃ってますね。どこ、アップグレードの方見てますね。アップグレードの方らへんに、ここらへんに敵がいるっぽいです。ちょっと見てみますか。僕はガンガン詰めに行きます。でね、白いボックスからアドを拾ったので、すぐに撃って、接敵に備えます。で、今、アップグレード側の赤色の大きい広い家のところに来たんですけど、ここにもいないと。けど、若干漁られた形跡があるんですよね。あ、これ3番さんがやられちゃいましたね。さっき屋根上に乗ってた3番さんです。が、ちょっとやられちゃったので、桜の近くの丘あるじゃないですか。そこでやられちゃったの、オーバーグロン側のね、やられあったの、その岩のところに敵がいますね。ちょっとタグを拾って。ああ、逃げていきましたね。多分これは桜ホームに、岩の上からね、桜ホームに逃げていきましたね。ちょっと見失っちゃったな。とりあえずスキャンします。ちょっと中距離というか遠距離でアスバルはちょっと怖いな。当てにくいですね。アスバルは近距離、中距離のイメージ。ちょっと距離があったらね、やりにくいので、反動がものすごいんでね。なるべく近づいて敵を倒したいところですね。うん、見失いました。見失っちゃったんで、とりあえずアップグレードを取りに行きます。このスノボから降りて、そのジップに乗るまでのスピード勝負というか、スピード競争みたいな、いかに早くジップに乗れるかみたいな、勝手に一人で意識してやってることがあるんですけど、なんか素早く乗るみたいな、ね、そのことやったりしませんか？僕だけですかね。いかに、この、
なんだろう、ボタンをミスなく押してスムーズに動けるかみたいな、ノーミスで動けるかとかっていうのをよく意識してます。でアップグレード拾って、ジップを使ってヘリコプターがある境界ら辺かな、とこまで来てます。ヘリコプターはありますね。ヘリコプターあるよということを味方に伝えて、まあ、3番さんは今復活したんですけど、桜には戻ってこれなさそうなので、これは3人で、1番さんと2番さんと、1番さんは僕か、4番さんと3人で移動したいな。うん、みんな集まってきたっぽいので、ヘリコプターで移動します。で、今回は結構僕が先頭を走るというか、まあヘリも運転して、先頭を行くような立ち回りになっております。なんで、もしちょっと先頭、まあ参考になるかわかんないんですけど、まあこういう立ち回りをしてるよ、こういうのを意識して動いてたよっていうのをちょっと言っていこうかなと思います。で、3番さんが復活して、キルハウスの方に降りてたので、まあ物資漁ってる途中かもしれないんですが、今アンチが来てるんでね、3番さんを拾っていきます。まずは味方を拾ってね。そんで、アンチが来てるので、どこがいいかな。エアドロップ取りたいですね。なんで、エアドロップ取りに行きます。だいたい高級住宅ら辺にエアドロップが落ちてるので、そこら辺に向かいたいと思います。パイプラインとか、そこら辺ですね。間ぐらいかな。で、3番さんはアップグレードしてないので、どっかのタイミングでアップグレード拾いたいですね。で、今ファームの上かな、上のアップグレードとかあるじゃないですか。キャンプのところ、間のところ。あ、このアップグレード相手なんですけど、先にそっち行ってもいいかなと思ったんですが、エアドロップの方が先に拾った方が物資もあるのでね、ちょっと、アップグレードは後回しにして、先に物資を漁りに行きました。で、今回結構チームワーク良かったんですよ。本当にみんな集まりが良かった。もうすぐヘリコプター乗ってくれるし。これ、ボットなんかな？敵がおったっぽいですね。僕は結構こういうヘリ乗った時に現れるボットに対して僕はあんまり倒しに行かないです。ちょっと やっといてって感じになっちゃいます。はい、で、ここでまた3番さんが揃ってみんなで来て、で、次の物資も来てるんですけど、それ行く前に3番さんトラップマスター使ってて、トラップマスターはやっぱりアップグレードした方がいいと思うので、アップグレードに戻ります。はい。で、アップグレード戻ってきました。で、このアップグレード戻ってきたタイミングでね、ちょっと僕物資でアドレナリン拾ったんで、ここで分け与えます。なんかこういうちょっと一息するというか、こういうタイミングでね、なんか物資の受け渡しとかできると理想的かなと思ってます。ああ、また、現れましたね。で、僕ヘリ乗ってて、みんな降りたんですけど、僕ヘリ乗ってたら、ちょっと奥からボットが来るの見えたんで、ここは僕が倒しに行きました。で、今回はレーザーバッグ使ってます。意外とね、レーザーバッグ強いんですよ。なんかまあ、レーザーバッグ使おうと思ったきっかけは、ラピュタに降りた時にレーザーバッグでワンパー潰したんですよ。で、その時に結構強いかもと思って、今回カスタム組んで、レーザーバッグ使ってます。で、変になんかエピック武器が3つかな？レーザーバッグあって、まあちょっといろいろと使ってみたいなと思って、使ってます。意外と、感想としては意外と強かったかな。うん。なんか AR みたい。SMG だけど、AR のような、ちょっとパンチ力のある SMG って感じですかね。で、もう一個のエアドロップに向かったら、ちょうど接敵したんですよね。で、1枚倒して、で、結構撃たれてたんで、メディックで回復しながら撃ちます。おっと、ここで、車に轢かれました。で、車に轢かれたんで、とっさに、ガドリングがついてる車ですね。轢かれたんで、とっさに乗って、その車に乗って回復しました。で、多分敵は僕が乗ってることは気づいてないんですよね。で、この車もちょっともう少し爆発しそうってところで敵が降りていきました。で、僕には気づいてないっぽいんで、僕は後ろから倒すと。ね、作戦勝ちですね。で、味方もね、うまく他の敵を倒したっぽくて、うん、制圧しました。ナイスですね。さあ、ここでみんなで物資を漁って、回復入れて、整えます。
で、謎に僕はなんかアドレナリンいっぱい持ってたんで、ここでもまたみんなにアドレナリンを分け与えます。6本持ってたんでね、1111って落として、1人1本ずつね、分けます。で、もう1個持ってるのが今 GKS の、レジェンダリーの GKS 使ってるんですけど、それに QRF モードだっけな、なんか当たったら命中率上がるみたいな、あれついてるんですけど、まあ正直ちょっと今 GKS にはつけんくていいかなって思ってるので、武器変えたいなって思ってます。QRF みたいな、あれはちょっと弾薬数が多いやつにね、つけたいのでね。なんで、エアドロップ取りに来たんですけど、もう全部取られとったっていう。で、全部取られとったんで、なんか他の敵、いい武器持ってないかなと思って当たってます。で、今回この2個目のエアドロップだったのがドックですね。ドックのヘリコプターがあるとこあるじゃないですか。ヘリコプターら辺のとこです。ヘリコプターら辺の丘かな。あ、ここら辺に来てました。あ、多分味方がエアドロップみんな取ってたんかな。NA 使ってる人とかもいるし。ああ、したら、スノボでこっちに来ましたね。何発か当てたぞ。多分味方かな？ハグ取りに来たのかな？けど、スノボを突っかかってやられましたね。で、今回のレーザーバックのカスタムは腰打ちをメインに精度を上げてます。で、結構強い、当たるかな？ブレずに当たるような感じです。まあ、スタビライザー今つけてるんですけど、腰打ちは強いですね、やっぱり。で、ここでもうみんな大体物資整ったかな。じゃあちょっとここで余談というか、ちょっと雑談を挟みたいなと思います。まあ結構僕の、まあ、若干プライベートみたいな話になっちゃうんですけど、その地元でね、なんかラジオ番組があるんですけど、そちらの方にちょっと招待いただいて、で、そのラジオ番組ね、初めて出演することになりました。まあなんかこうやってね、僕今こうラジオ風にね、動画撮ってるんですけども、まあ本物っていうかね、本当のラジオっていうのは経験ないわけですよ。なのでちょっと緊張しますが、まあでもね、そんなにガチガチな感じではないんでね、ちょっと楽しんでラジオ番組できたらいいなと思ってます。まあ大体喋ることとかは決まってるのでね、あとはまあ楽しく僕の思ってることとか、まあそういうのを話せたらいいのかなとは思いつつね。ちょっとここでやっぱりラジオの練習とか、喋りというかトークの練習っていうのはこれからもね、徐々にやっていけたらなと思います。まあ僕自身結構音声配信っていうのに結構注目しててね。なんでここの音声はね、ちょっと頑張りたいなって思ってます。やっぱ対話の方がね、話しやすいっていうのはありますよね。結構自分語りっていうのはなかなか僕は苦手でして。なんでね、ここで練習してるっていうのは、このラジオが生まれたきっかけでもあります。ね、そういう背景が実はありましたというお話です。んで、今、ファームじゃなかった、スタンドオフのアップグレードの近くにある家のちょっと離れたところに、なんか丸い赤色の塔と一軒家があるじゃないですか。そこら辺に敵がいたので、倒しました。で、レーザーバックで ADS 覗いて撃ったんですけども、結構いい感じに倒せたな。まあ、AR には劣りますけど、まあ、使えんことないかなっていう感じです。で、お相手さんが持ってたガンスミスの AK-47 を拾ってます。で、ここら辺に結構敵が集まってきてるっぽいので、ここはみんなで固まってね、倒していきたい。で、その、スタンドオフの近くにある、アップグレードの上にある、大きい家ら辺に今敵がいるっぽくて、なんか味方がもうボコボコにやってますね。NA とクラスターストライクでボコボコに倒してます、みんな。強えな。今回本当に味方に恵まれております。こういうパーティーがね、ずっと続けばいいんですが、まあそんな、ね、たまたまなんで。で、3番さんちょっと下ってたんで、ミリック焚いて、みんなの準備を整えます。で、そしたら近くにエアドロップがちょうど落ちてきたので、ここで自分の AK-47 のガンスミスを取りました。まあ、スタビライザーモッドがあったんでね、金色のね、スタビライザーモッドあったので、まあ、スタビライザーモッド持ってるときは基本的に AK-47 拾うことが多いです。まあ、もしくは M4LMG かどっちかかな。で、今ここに
多分みんなはうろうろ、うろうろしてるっていうか、敵が5つ攻撃したりするんですけど、多分、いつ動くかっていうタイミングをね、なんかみんな見計らってる感じなのかな。まだ敵はおるっぽいですね。で、みんなが、一緒の方向を見てる間に、僕は違う方向を見てね、敵を探します。まあ、そしたら敵がいたんでね、4ならで倒しました。もううまくヘッドが入ったんですぐ倒すことができました。で、敵もちょっとそろそろ見当たらないですね。ああ、で、そう、一つちょっと聞きたいことがありまして、なんかこう、みんな野良で戦ってる時に、なんかみんなは何を優先するというか、結構僕はやっぱ敵、なんかみんなキルってしたいもんなんですか？どうなんですかね？なんか敵がいるとこにガンガン行った方がいいのか、それとも、なんか1位を取るというか、別にキル数は別にいいから、なんか1位を取る方が楽しいっていうのか、なんかそこって結構分かれるなって思ってて、そのキルすることが楽しいっていう人もいれば、その1位を取ってみんなで勝ったってなるのが楽しいっていう人もいると思うんですね。なんかそこって、例えばその僕今回は自分が先頭というか、割と前を先頭走ってたんですけど、どういう立ち回りをするとみんなが楽しいのかっていうのがちょっと分かんなくて、なんかぜひ、なんかどういうのを、どういう時が楽しいっていうか、バトロワの何が楽しいかっていうのはぜひコメントしていただけたら嬉しいです。さて、ここでアンチも迫ってきて、BY 使ってるのか味方は。味方は BY のスナイパー使ってるっぽいですね。で、残り、あと5チームって言ってたんで、残り人も少なくなってきてるところですかね。で、今、ここは難しいな。山なんですけど、サンドオフとドックの間の山、らへんかな。に来ております。ここが最終アンチっぽいですね。で、僕らは今、下ら辺にいるんですよ。山があったとしたら、僕らは下ら辺にいて、お相手さんは多分上ら辺にいるんですよね。まあ、これ斜面でうまく車線を切れるのかどうかってところかな。伏せても若干当たるかもしれないですね。なんで、うまくデコボコを利用して、身を隠しながら、ちょっと相手に迫っていきたい。で、今、3番さんと4番さんが2人、遠くからスナイパーで狙ってて、僕と2番さんがちょっとずつ詰めてるっていうような状況です。どうやら、上ら辺にトップかなにいるっぽいので、ちょっとクラスターボムとか投げてね、相手の反応を見てみます。もう敵発見したっぽいですね。やっぱ上にいますね。で、クラスターストライクが味方そこの上のとこに出したので、それと合わせて僕もクラスターボムを投げます。あ、そしたら2番さんが1枚倒しましたね。で、ここでワンコが来たので、まずワンコを潰します。おい、右から撃たれとった。で、ここは2番さん3番さんが一緒に詰めてて、最後はそこ僕もカバー入って勝つことができました。 GG ということで、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひコメントしてください。